なにわ男子のうぶらじ。初めての体験メールをご紹介します。はい、いきまーす。兵庫県よりどころネーム、K さんさんからいただきました。はい、私は最近地元の夏祭りで初めてお化け屋敷に入りました。お友達と恐れつつも興味があったので入ってみました。はい、お化けにまんまと驚かされまんまと驚かされ、はい、泣きかけるほどのトラウマになりました。帰る時もお化けに恐れながら帰ったり、物音がした瞬間ビクッとし、お化けが連想されたり、赤い光を見て怖がるほどでした。お化け屋敷は想像以上に怖く、一生入らないと心に誓いました。なにわ男子の皆さんはお化け屋敷などの心霊系は得意ですか？すごいやん。怖いよあれは。そうな、え、嫌いなんや。俺嫌いよ。わかる。だからこうお化け屋敷入った後って余韻すごいから。余韻すごい。だから全部もうお化けに見えてくる。あ、あれと一緒なんか、なんかな、あの、ホラー映画見た後の、なんかその、一人でシャワー浴びてる時なんかいそうみたいな。後ろいそうみたいな。トイレ一人じゃできない。そういうことね。そう。でもなんかさ、YouTube の企画とかでも入らんかった？ああ、入った。行ったよな。行った。とかなんか。全員でペアになっていきます、ね。結構何話ビビり多いんですよ。うん。だからなんかこう みんな恐る恐るすぎて、こう別れて順番で行ってたけど、うん、ミッチーやったっけ遅いのが。え、俺とミッチーペアやって。そう、京平とミッチーペアが一番初めにいたんですけど、そうなんかもう、ビビりすぎて歩くの遅すぎて、逆になんか他の5人が追いつくっていう。そうお化け屋敷としては最悪な状態が生まれちゃって。そう、しかもケントは一人やったからね。そう。いや、面白かったね。あれ面白かったね。いや、でもなんかこう、夏にこう心霊系っていうのはまた、いいんじゃないですか、うん、ホラー映画とも増えてますし。確かに。夏はね。いいじゃないですか。はい、いいと思います、この心霊系。それでは、行きましょう。なにわ男子のうぶらじ。こんばんは、なにわ男子の大西流星です。こんばんは、高橋恭平です。いつまでもうぶな気持ちを大切に、あなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶらじ、今週も始まりました。うわ、この文聞くと始まりましたね。この定型文大好きです。はい、大好きです。もう一番大好き。もうなんか気合い入れようと思いますもん。はい、というわけで今週始まっちゃいましたけれども、始まっちゃいました。今週はですね、23歳の高橋恭平と、はい、8月の中に22歳になったばかりの大西流星という大人の魅力がますます増している2人でお送りします。はい、そんなわけなかろうてちょっと待って、そんな、そう、俺めっちゃそのまんまやねんけど、その、大人の色気出てんねんけど今。出てます今。うん。あ、そうですか。まだ僕の中ではもう可愛い可愛い大西リュッチェで止まってます。そう。はい。でも今日、今、一歳違いやろ。一歳違い。本当は僕、22歳の代で、恭平が24の代やから、でもなんか、僕の方が誕生日早くて、1歳違いということで。そうそうそう、1歳違いです。まあ、いいですね。いやいや、俺が今寄り添ってる時期です、だから。寄り添ってくれてんのや。今大西流星に寄り添ってる時期。寄り添いに来。寄り添いに来です。寄り添いに来とやってきまーす、はい。お願いしまーす。というわけで、さて、およそ3ヶ月に及ぶ全国ツアーの真っ只中であるなにわ男子ですけれども。よし、言えた。大阪公演終わりましたけど、どうですか今。いやー、でもなんか、大阪一発目にできて嬉しかったっすね。まあ、やっぱりね、なにわの日もあったもんね、はい。うん、あったから、でもこう、いろいろインスタライブとかも。あ、確かに。インスタライブ見てもらったか分かんないですけど、あれ楽しかった。恭平が一番テンション高い。あれはね。かったよな。あれはね、やっぱこうライブ終わりっていうのもあったし、はい、ちょっとあれは楽しかったね。いつもなんか2列目のちょっとなんかぐらいにいるんですよ。いつもインスタライブ2列で、うん、3、4でやるのに、うんうんうん、謎になんか1列目のセンターにいて、うん、なんか合いの入りようが全然違う。何話の日だけやん。いつも毎年。はい。インス、あの何話の日のインスタライブは、僕調子良くなるんです。お祭りや。お祭りなんで頭の回転も早くなるんですよ。すごかったもんね。あれすごかったでしょ。早すぎて多分頭が先行きすぎて口ついてきてなかったどういうこと。一発芸2個くらい作ってましたもんね。ね、2個作ってましたね。どんどん三色団子とか、うん、世界で一番強いいただきますとかね。はい、やってました。それちょっと、はい、やっぱり違うね、声出しがあるからコンサートは。ああ、確かにね。ね、やっぱりこうファンの方のこう愛であったりとか、コール&レスポンスできるね、あのところもあったので、すごかった。楽しいコンサートを今過ごしていますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきます。それではここで1曲いきましょう。9月13日リリース、フィフスシングル、大西流星主演、日本テレビシンドラ、ベニサスライフ主題歌、なにわ男子でメイクアップデイ。8月10日はハットの日。
お買い上げで何かがもらえるハットの日感謝セール実施中、16日水曜日まで。イエローハット。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。今日のメンバーは高橋恭平、大西流星、なにわ男子のうぶらじ。うぶらじ伝言版、なにわ男子の藤原丈一郎です。大橋和也です。さあ、スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、夏といえば、クワガタやカブトムシなどの昆虫に夢中になった昔を思い出しませんかと。なるほどね。カブトムシ、どうですか昆虫、なんか思い出に残ってる、まあ、カブトムシが多いんかな。俺らはやっぱ男の子やと。まあそうよね。でもカブトムシ、でもカブトムシっていうより俺は幼虫から育てた。おお。なんか売ってたよ、したい。売ってるな。売ってる。だからそっから、あの、育てんのが、うわ、なんか男のロマンっていうか、やったから、なんかゼリーも買って、ちょっと売ってたなぁ。やろ？そういうのやってた。そう、俺毎回買う場所があったのよ、幼虫。あ、そうなの？幼虫買ってたんじゃん。そうそうそう、幼虫買いに行ってたのよ。俺は、ヘラクレスオオカブト。え、あ、なるほどね。ヘラクレスオオカブト。それ捕まえた。買ったり。ヘラクレスオオカブトなんか気に留まってんねやと思って。いや、やばいやろ。それだって買ってさ、育ててさ、お父さんと一緒に、なんか男のロマンっていうか、ちょっとこう、ザ男の、なんかやってたみたいな感じ。あの、木とか買って、木、わかる？あの、まな板じゃない、なんか、丸太みたいな。木のやつにちょっとくり抜かれて、そこにゼリーとか入れて。そう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 。懐かしい。それ、懐かしい。その前にもう男のロマンの、そのね、あのね、男のね、あれねえ、って。多分今スタジオにいるメンバーも大橋くんって笑ってるね。年下ぐらいなんだけど、そんな感じやったら。さあ、ということで皆さんのお気に入りの昆虫話も聞かせてください。お願いします。ということで以上、藤原丈一郎と大橋和也でした。じゃあスタジオにいるメンバーに、大橋、愛のメッセージを。頑張ってね。頑張ってんな。頑張ってね。しかも大橋くん。というわけで、大橋和也くんと藤原丈一郎くんからの伝言でした。はい。というわけで、いやー、すごい。昆虫トーク、楽しそうだったな。楽しそう。いや、あれはいいですね、昆虫は。しかも、お互い、幼虫から育てるっていう。ね、いや、クローニンですよ。その、クローニンって何なん？その、幼虫から育てるイコール、しっかり世話できるんやとかじゃなくて、はい、クローニンなんや。やっぱこう、なんだよ、育ち切ったやつもいるんじゃないですか。確かにね。もうカブトムシとかも。ね、そういったらこう、ゼリー食べてくれるしね。購入するんじゃなくて、幼虫からっていうのは。なんなんやろうな。やっぱクローニン、やっぱこう。クローニン。そっからこう、やっぱ、育てなあかんからね、自分で。餌とかもね。そう、ちゃんと与えて。違うもんね、ゼリーじゃないもんね。そう、ちゃんとシビアですから。うん。クローニン。クローニンの二人からの伝言ということ。はい。あの、カブトムシとか飼ってた？俺、昆虫、でもなんかトカゲとか飼ってるもんな。トカゲは飼ってるし、昆虫系は？飛んでくるっすね。飛んでくる？あ、え、家に？え、飛んできたことあるっすね。カブトムシ？なんかちっちゃいコクワガタみたいな。うわぁ！コクワガタ懐かしい。あの、家出ると、溝みたいなところに落ちてんすよ。え、溝？で、ちょっと動いてないから、ピョンって触るじゃないですか。うん。んならめっちゃ動くんですよ。立ち悪いで。立ち悪い。コクワガタ可愛いよな。めっちゃ元気。可愛いよな。可愛い。俺、オオクワガタとかも育ってたな。え、オオクワガタ？オオクワガタとか、ヘラクレスオオカブタさすがに可愛かったけど、普通のカブトムシ。うんうん、カブトムシに、なんかこう、オスやってんけど、うん、やっぱこう、かっこいいからさ、うんうんうん、なんかその時に思ってて一番かっこいい人の名前つけようと思って、うん、小池てっぺーってつけてた。てっぺーって呼んでた。俺、カブトムシのことその時。
鉄平。家族の中での一番かっこいい人が小池鉄平さんだったの。鉄平。そうだから鉄平って名前をつけて育ててた。おもろいな。だから今でも小池鉄平さん見るとカブトムシがちょっと思い浮かぶというか。すごいね。嬉しいやろね。そう。鉄平さんも。鉄平さん嬉しいかな。カブトムシ。カブトムシ。見知らんのやつにカブトムシに名前つけられて。だってもう無理。わからんやろそれ。やめてこうカブトムシの中でも一番強いですからね。そう。だからちょっとそういうこともありつつ。いやー、かぶやっぱ懐かしいな。ゼリー買ったもん、俺。あれあるよ。でもさ、たまにさ、街中歩いててさ、え待って。なんかさ、カブトムシ買ってた時のさ、虫かごの匂いしーひーみたいな匂いない？ある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 。なんなの独特な匂い。違うにショップあるんですよ。え近くにカブトムシショップがあんの？カブトムシショップあんねん。そんなことある？あんねん。なんか木とかあんねん、その。いや、なんか思い出しちゃうもん、一瞬で。樹液とかね。うん、樹液ね。樹液の周りになんか罠張ってね。懐かしいな。バナナとかパイナップルとかやってたわ。いやー、このトークやっぱ盛り上がりますよ。いや、マジ好きな昆虫でしょ、うん、お気に入りの昆虫。俺ちょっと話したく長いで、ギラホのコギリクワガタとか。ギラホのコギリクワガタ出た！黄金鬼クワガタとか。赤茶っぽいやつやろ。そう。うわー！で、すいません、赤茶じゃないです。え？ギラホのコギリは、普通に黒です。真っ黒です。で、ちゃんと歯が2本で。こうなってるでしょ。え、嘘、俺のやつ赤茶やった。え、違います。じゃあそれとも違う種類です。黙れ。で、セヤカ、セヤカフタマタとかじゃないそれ、あと、サタンオカブトとか、あと、黄金オニクワガタとか、やっぱ、いや、ちょっと待って、ちょっといろいろあるなぁ。アトラス、アトラスとかも。待って、めっちゃ黒。めっちゃ黒。え、セヤカフタマタ、なんか、セヤカフタマタオクワガタとかじゃないそれ。待って、俺の検索履歴さ、ほぼさ、昆虫になるの嫌やねんけど。まあ、調べときますわ、じゃあ。調べててください。いやーね、やはり。楽しかったな。うん、虫キングやってたもん、めっちゃ。めっちゃやってた。それでも知識が豊富やからさ。だから俺が虫キングやってる時に、隣でお姉ちゃんが、ラブビリやってた。いやーってラブ&ビリ。懐かしい。だって、カブトムシの必殺技、トルネードスローやったもん。覚えてないわ。覚えてないでしょ。俺も全部頭に入ってる。いやー、今の子もやっぱ好きなんかな。いや、好きでしょ。もう、コーカサスオオカブトとかもさ、やっぱ、ヘラクレスオオカブトもそうやし、やっぱヘラクレス、リッキーブルーとか持ったなぁ。めっちゃ好きすぎてちょっと引いてんねんけど。すごい。というわけで、昆虫トークも盛り上がりましたけど、はい、ここからは、近況トークの時間です。はい。今日は高橋恭平からの近況をお願いします。はい。近況トークはですね、やっぱ最近、僕、湖に浸かる時間が長いんですよ。あ。それあれですね、24時間テレビってことですか。はい、24時間テレビのやっぱりこう演芸部、そう、はい、に僕助っ人として選ばれまして、琵琶湖を横断する、はい、16キロ6時間で横断しようぜっていう。それはリレー形式ってことやもん。リレー形式30分で交代していく。それでどうやって練習するの。それプールで練習してもさ、まあでもプール、まあ普段のこう自主練はプールとかしかないから、うん、でこう、もう。だからめっちゃ日焼けしててんだ。めっちゃ焼けるよね。もう。めっちゃ大変そうやったもん。もうすごいよ。ほんと大変。もう全然とか言わへん。マジ大変。めっちゃ日焼け止めてるし。もうめっちゃ日傘入る。おお、もう。だって俺、ありえんね。もう頭の先から爪の先まで塗った。日焼け止め？カメラがベタベタなんだ。めっちゃ塗った。そっか。塗って、で、練習しててんけど、やっぱ、海じゃないから沈むのよ。浮かないからね。え？嘘？そう。そうなんや。そう、川とかは沈んじゃうの。へぇー。そう。で、プールとかも塩素入ってるやん。うん。あれで浮くからさ。あ、そうなんや。そう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 。怖っ。そう、自然、ほんま自然やから浮かないんですよ。そうなんや。そう。だからそういうとこも泳ぎ方が違ったりとか。波とかももしかしたらあるかもしれない。あるかもしれない。ほんと、だから当日はあるかもしれないし。怖いなぁ。そう。でもやっぱこう、大輔さんがめちゃめちゃ仲良くなりましたね。ずっと最近大輔さん大輔さん言う。うん、大輔さん。お兄ちゃんみたいな感じ。そう、もともと僕大輔さんも大好きで、もうずっと一滴も見てて、あのお祭りわっしょい大好きやった。宮川大輔さんね。宮川大輔さん大好きで、でいざこう一緒にやらせてもらうってなって、やっぱすごい、もう兄貴って感じ。兄貴、もう引っ張ってくれるし、うん、でこう仕事なんていうの、終わった後のプライベートとかでも、うんうん、すごいこう連絡もくれて。うわ、優しいな。今俺はこれから、琵琶湖に個人で練習しに行く。ええー、すげえ。で、こう俺も今からライブ行ってきますっての写真送ったりとか。今行ってきますねみたいな、うん。それこそ宮川さんも見に行きたいわって言ってくれてたから、うん。だからちょっと、これで見に行った感出してほしいなと思って、楽屋の写真送った、うん。それだけで、そう、それだけで。外見た気分になる。見た気分になってほしいな。めっちゃ仲いいやん。いいな。めっちゃ仲いい。ほんまに、ま、
毎日連絡ではないけど、もう週3ぐらい。うわで連絡取ってる。優しい。頑張んないとね。では頑張ります。本当に。皆さん。応援してるよ。応援してください。オラに元気を分けてくれ。わー、悟空が来たぞー。はい、集まりました。もう泳げました。集めて。はい。本番。本番。これをみんなからもらった元気を。はい。全部。ぶちまけたいと思います。はい、というわけで番組はまだまだ続きます。なにわ男子のうぶらじ。今日のメンバーは大西流星、高橋恭平。首都高を使ってお出かけだ。あ、 ETC カードがない。今日は現金で。ちょっと待って、現金クレジットカードじゃ首都高に入れないかも。え、首都高は35カ所が ETC 専用入り口。出発前に ETC カードをチェック。カーナビが案内する入り口にもご注意を。シュートコーン、うまそう。いただきます。召し上がれ。日本放送と吉本興業の共同制作で配信されたポッドキャストドラマ、食わざる者ドントワーク。脚本家で芸人のおこちゃによってノベライズ化しました。矢部太郎がカバーと本文イラストを新たに書き下ろしたほか、配信にはない幻の第7話が本当の結末として特別掲載。ただいま好評発売中です。さあ、みんなで食べて未来を始めましょう。なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子の大西流星です。高橋恭平です。なにわ男子のうぶラジオをお送りしています。はい、普通歌が届いております。大阪府もちプリンさんからいただきました。我が家では蚊に刺されたら、あっつーくしたホットタオルで刺されたところを温めて蚊読みを飛ばすのがスタンダードなのですが、今まで周りに共感してもらえたことがありません。なにわ男子の皆さんは自分の家では当たり前だけど、あまり周りに共感してもらえない変わったルールなどはありますか、ということで。え、俺、え、そう、蚊に刺されたら俺、ホットタオルやる。ホットタオルやんの？え、マジで違う。一回やってほしい。俺、ホットタオルはありえへんな。はぁ、あ、はぁ、あ、意義あり。なんで？いや、絶対冷やそう。冷やそう。え、違う。絶対冷やすんや。え、どっちやったっけ？俺やったことあんねん。ホットタオルやったっけ？絶対冷やしんす。冷やしんす？シンス 2023？ 冷やしんす2023ってこと？絶対冷やしんす。何冷やしんす？冷やしなさいってこと。あ、冷やしなさいってことね。そう、冷やしんす。でもさ、俺多分あったかい、あったかかった気がする俺。じゃあ俺ほんまに。マジ？じゃあ、やれって。じゃあ、これほんま一回聞いて。じゃあまず俺のターン。はい。俺のターンな。うん。俺はマジで、これは、お前、すごいなっていう、ちょっと意外っていうか、独特かもしれんけど、うん、俺は冷やすっていうのが頭にあったから、すごい、まあ、たまにおるやん。なんか、ちっちゃいのもあるけど、たまにでっかくなるのもあるやん。蚊に刺されて。うん、強烈なやつ、うん。その時は俺も、全く別やな、じゃあ。え、どっちが正解なんやろ、これ。え、とりあえず冷やすんじゃない、わからない。あ、とりあえず。熱持つもんね。うん。刺されたらね、まず。でも、俺は、一回、その、テレビ収録の本番前に刺されたのよ。やばいってなって、うんうん、で調べたらそういうのが出てきて、うん、で、なんかタオルにあったかい水絞って、ずっとつけてたの。やったら、マジで刺されてないみたいになった。へっこんだ。じゃ、へっこむのはあんねん。へっこむだけでさ、かゆいねんで。いや、かゆくなくなってんて。というわけで、リスナーさんは皆さん、各自で調べてください。どっちが正解かな。どっちかな。イエスかな。まあ、ただ一つわかるのは、まあ、書かないでおいてください。そう。書くなら叩け。はい、あ、叩いた方がいいんや。叩いた方がいい、絶対。バッテンしろとか言うよ。あ、言うよね。そう、そういうことをしといてください。うん、やっぱね、あと残ったりもしますからね。はい。というわけで、でも、あまり周りに共感してもらえない変わったルールなど、いい日にありますかっていうことですけど。変わったルール？うん。僕一個ありますよ。本当ですか？帰ってきてうがいするじゃないですか。はい、その時に、うがいをしながら歌えっていう、なんか、ルールがあって、家のルールで、うがいをしながら歌えってのがあって、やっぱりこう、うがいって普通にしてるだけじゃ、なんか、あかんねんって、やっぱり。もっとちゃんとやるには、あーって高い音から低い音まで出すことによって、こう、
あ、声帯が奥からしっかり洗浄されるみたいなのもあるらしくて、諸説あるかもしれないですけど。じゃあボイトレや。そう、もうボイトレみたいな感じ。じゃあボイトレ界も今ざわついてます。そう、いや、ざわつかすいません、ごめんなさい、勝手にざわついてもらっていいですけど。はい。だからもう、なんでざわつくの。俺が、はい、その俺の家族が、はい、部外の時に歌っちゃいますって言ったら、はい、待ってつって、やばい、大西流星が、ガラガラしてる時にボイトレしてる、どうしよう、俺らもするかつって今もうしてください、急いでやってます。みんなもうあたふたあたふた、せっせこ、あ、せっせこだ、せっせこ隊です。せっせこ隊、せっせこ祭りの開幕ってことですか。はい、せっせこ祭り会長もびっくりします。はい、というわけで開幕もしたということで、はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ポッピン、あ、ごめんなさい。はい、やった。はぁ、あ、はぁ、あ、ついにそういうこともするようになってきました。本当に良くないな。なんか慣れてきた時にこういうことが起こります。ほら、じゃあ、はい、エコーの左見て。誰って書いてる？エコーの左。高橋。ほら、高橋。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ポッピンハッピンある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 、イェーイ、ポッピンパーミンってトネトネないね。これ何すか？ニューアルバムのリード曲。ポッピンホッピンラビーはですね、あなたを何気ない日常からワクワクするようなポップな世界へ誘うという楽曲となっております、はい、というわけでですね、皆さんが思う心が踊る瞬間あるあるを送ってもらっております。うわぁ、これね、新コーナーですか。いいですね、もうこれをね、コーナーでこの心が踊るあるあるを聞けば、はい、もうその聞いてる皆さんも心が踊るかもしれない、わぁ、素敵な企画ですよ。すっばら、すっばらしい、というわけで、すっばらしい、1個目のメール読んでください。はい、東京都俺らの心ど、あ、そう、久しぶりに聞いた俺らの心のよりどころ、俺が名付けたんですよ、これ。そう、いや、今思い出した。そう、さっきも言ってましたよね、俺らの心のよりどころ。そっか、一回これで話します。そう、いや、もう無理です。無理ですか。はい、企画です。俺らの心のよりどころ、八冠大魔王さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。飛行機が離陸する直前に、ここからが本番じゃと言わんばかりにエンジンフル回転で轟音を出して急加速するあの瞬間。え？理解できてないやん。だから、あ、出発するときか。ああ、あれね、あれ大好き俺。あれ、うるさければうるさいほどいいやん、あれって。じゃ、俺苦手よ。あの瞬間、飛び立つ瞬間ですよね。あの瞬間耳ピューン行くやん。あれを、あれどうやって、あ、待って、ちょっと一旦話ずれていいですか。うん、また戻ってくるんで、はい、絶対戻ってくるんで。待って、耳キュンってなった時ってどう戻します？え、鼻つまんでフンってこう。あ、そっちか、じゃないの。あれ行き過ぎるとちょっと痛い、痛ってなりません？なるなる。だから俺唾飲んでずっと飲んですよ。え、治るの？ちょっとずつ治るっす。ほんとっすよね。今見たけどさ、めっちゃ苦しそうやって、うん、心配されるそれ。すみません、キャビンアテンダントさんに、はい、キャビンアテンダントさんも心配してください。でもあの時はさ、そのブーンの時っしょ？え、じゃあ違う、そのちょい前ってこと、これ。ブーンってなって、走り出す瞬間が、うわ、やばい、今から飛び立つって気持ちになるってことでしょ？まあ、ここからが本番じゃってこと？うん。へぇー。気持ちよさそう。そう、まあ、そういう時もあるよね。で、わかる。初めは怖かったけど、慣れてきたら、そうね。なんかもう、その騒音にも負けずに寝てますよみたいな人いるの？なんか。おるおるおる、もう別に全然寝てますよ。モシャ？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 みたいな人いません？モサだ。モサ？そうだ。モシャは？ごめんなさい。モシャも違うし。モサみたいな人おらん？なんか、なんかもう爆音流れてんのに、もうなんかもう、俺もなんか、おるおるおる、気にせず寝てますよみたいな人。おるおるおる。ってわけで、はい、続いて、神奈川県ラジオネーム、笑い方バッファローさんからいただきました。家に帰ってきて、台所から揚げ物をしている音が聞こえたとき。家に帰ってきて、台所で揚げ物をしてんの？うん。お母さんとかが多分、やってくれてんじゃない？ あ、今日揚げ物やー、やったー、あーってことか。パチ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 。かわいい！何歳これ、笑い方バッファローさん。え？いいね。いいね。何してんねやろ、揚げ物。でも素敵だって今一人暮らししてるわけやん。とんかつかなー。な。なんやろうなー。帰ってきてさ、音鳴ってることないわけよ。確かに。いいよね、実家ならではかもね、これって。確かに。ね。俺もなんかさ、こう家帰るとき、実家のときとかはさ、歩いて帰るときにさ、うっ、やばい、めっちゃいい匂いする、これ。食う焼肉ちゃんと思って、うん、思って帰ったら、まだ何も作ってなくて、ただただ、近くの焼肉店からの、うん、ガスの匂いが漏れてただけやった。何しとんねん。ごめんなさい。何しとんねん。続いて行ってください。埼玉県、
OKY。OKY さんから。プリンのアラモードさんです。あ、はい。はい。我らの心の良いところ。あ、そういうこと？え、エモ？エモ？何それ？ OKY。OKY の皆さん。はい。プリンアラモードです。名前は。はい、雲の動き早。読むの早。見て。雲の動き早。プリンのアラモードって文字の方が長。長。雲の動き早。びっくりマーク3つ。どこに心躍ってんの？いつの雲の。あ、だからもう、風強い時とかめっちゃ早いやん。はい、確かに。俺さ、そういう時さ、なんかさ、なんか、やっぱ自分が動かしてるみたいな感じでさ、手を添えてさ、はい、なんか自分が動かしてるみたいな、なんかことやっちゃう。ないです。俺は、あの、雲の動きより早く走ったろうと思ってます。走り出すんや、急に。はい、走り出すっす。走り出すっすが正解です。です。続いて、茨城県ラジオネーム、ハートマトさんからいただきました。うっす。一緒にバイキングに来た友達から、え、それ、どこにあったの？と聞かれ、自分のセンスが光る瞬間。いや、間違いない。それは間違いない。いいね。あるよ、これ。見つけれ、誰もが見つけれなかったものを見つけてきた時の強者感。あ、誰やろ、うん、シェフが目の前で切ってくるローストビーフを取ってきた時やろ。あるある。これ、え、何って言ったら、え、あっこで今シェフ切ってんねんって。あ、いいよ、それ食べとけよ。俺、自分もう一回言ってくるわ。まさか自分が切ってきたかのようにね。ね。あるなぁ。あるやわ。あの場所をしてる時の爽快感も見えねえ。あそこやで、あの角のあそこ。ちょっと隠れてんねん。あ、ついていこうか。ヒーローやな。ヒーロー。これ踊るわ、これ。一番しっくりきた。ええー、なぁ、これリアル。一番それしっくりきた。もうぴったしよ。自分のセンスが光る瞬間ね。うん。一番合ってるわ、それ。確かに。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ続いて。大阪府、きなこぽりんさんがいただきました。はい、ピンチハンガーに洗濯物を干している時に左右のバランスがぴったりにできた。何ピンチハンガー？普通のハンガーってこと？あ、つらら。いっぱいつららってる。つららみたいなやつや。つらなってるやつや。あれね。だ氷河期。いや、確かに。俺もあれ難しい。だあれや、シーソーや。そう。だから俺は、片方に靴下を置いたら、かけたら、同じぐらいの靴下をもう片方につけて、バランスいくんだって、うん。あと、しゃべりなんか焦ってんかなんか。そう、なんか、やっぱりこう、バランスが大事やん、あれって。うんうんうん。なんかさ、あれ、斜めすぎたらさ、確かに。あの、乾かんよ。ガーンいけますもんね、片っぽに。そう。でも心躍りますかね、あれって。まあ、多少、少々ということで、はい、続いていきましょう。はい。埼玉県川越市、俺らの心の拠り所、スマイルさんからいただきました。巨大バッタとイナゴを、左手と右手で同時に捕まえた。いやー、それはかわいい。かわいいね、巨大バッタと。巨大バッタ強。と、巨大イナゴ。巨大バッタとイナゴ。巨大ではないんや。それさ、巨大バッタってことはさ、左手でさ、巨大バッタ取ってさ、右手でさ、イナゴってことはさ、巨大バッタの方がさ、重いからさ、傾いちゃったりするかも。あかんやん、左右のバランスちゃんとして。ハンガーみたいになっちゃう。ピンチハンガー。ピンチハンガーになっちゃうね。左右のバランスはちゃんと取って、マジで。でも、同時に捕まえてんて。強っ。聖徳太子やん。あ、確かにね。そう。確かに。ほら、言ってることは。虫取りの聖徳太子や。虫取り版の聖徳太子さん。うん。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。え、違う、聖徳太子は3つか。言わず聞かざる、ん？違うね。また違う、あれ。え、泣かぬなら。違う。聖徳太子でしょ？ねえ。泣くまで、違うか。はーい。あれ、だから いろんな言葉を。あ、1個に1回で、じゃだからいろんな人から話しかけられてても全部聞き分けられる。そう、それが3人までですよね、聖徳太子。それだけ制限人数あんの。ダサ。あれダサ。あれ制限人数ダサ。俺の地域では3人までって教えられてる、ね。地域さんのやめて。すんません。続いて。茨城県ラジオネーム、イルカの背骨さんからいただきました。はい。嘘でしょ？朝起きたら、全く寝癖がついてない。ある俺。ある？逆に、めっちゃ寝癖ついてる時の方が心躍っちゃう。ついてる時の方が、うん、
立ち会い。俺どんなパフォーマンスしてたんやろみたいな。あ、寝てる時に。そう。すごいポジティブやな。そう。俺だって、俺あんま直毛やからつかへんね。うわ、つかなそう、確かに。ちょっと浮くぐらい。なんかピョーンとか、くるくるがないから、逆に羨ましいよね。だから、俺なんか、コンサートの時とかも寝癖ついたままリハとか行っちゃうから、うん、すごいね。めっちゃボサボサ。あなたすごいよ、うん、後ろの毛すっごいもん。あなた、え、ありがとうございます、はい、気づいてないかもしれないですけど、みんなクスクス笑ってます。裏で、裏でクスクス笑ってます。うーん、怖、ごめんなさい。後でクスクス笑ってやります。はい、笑ってください。はい、というわけで、はい、微妙に仲が悪くなったということで以上ですかね。はい、すみません。以上、ポッピンホッピンあるあるでした。はい、続きまして、9月13日リリースのフィフスシングル、ストーンズ松村北斗くんと西畑大吾がダブル主演を務めるテレビ朝日系おしどらサタデーヌッキンオンロックドドアの主題歌、なにわ男子でミスティング。お聞きいただいたのは、なにわ男子でミッシングでした。ギャラクシープレゼンツスペシャルサマーキャンペーン、日本放送車内見学ツアー第3弾が登場。これで最後の車内ツアー、ガイドは柿花忠アナウンサーが務めます。ギフトカード1万円や星野リゾート宿泊券が当たるチャンスも。詳しくはギャラクシーサマーキャンペーンで検索。スワンレイクオンウォーター、ついに本当の水を得た白鳥の湖。8月10日から東京国際フォーラムホール A で上演。水の演出と映像が加わった未だかつてない白鳥の湖をウクライナグランドバレエが演じます。水しぶきを立てながら美しく舞うダンサー、巨大な噴水、 CG 映像や鮮やかな LED ライトの演出と東京フィルハーモニー交響楽団の演奏が幻想的な世界を作り出します。スワンレイクオンウォーター、東京国際フォーラムホール A、 詳しくは日本放送イベントホームページまで。今日のメンバーは高橋恭平、大西流星、なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。はい、それでは普通歌読んでいきたいと思います。はい、福島県福島市、ラジオネームひなちゃんからいただきました。私と友達の間で動物を英語のスペルで
言うというのが流行っています。へー。例えば猫だったらキャットではなく CAT と言います。ことの始まりは動物嫌いな私が I don't like CAT と叫んだことでした。かっこいい。なにわ男子の皆さんの間で流行っていることはありますか？どういうこと？俺も分からへん。英語も。I don't like CAT! で、叫んでんで、言ったんで、叫んでんって。ってことから始まりました、じゃないよ。始まりました、じゃなくて、そう、から始まった。始まって、その、言った理由が知りたかったよね。CAT! ってなったらどこ ?CAT、あ、キャットってことね。じゃあ犬は？D-O-G-D-Duck! え、それってさ、COT! キャッツって言うんかな？言わないな。でも同じテンション。COT! って終わっちゃったらさ、え、ってなっちゃうやん。うん。CA! キャビンアテンダン楽しい。これ流行らしていこう。流行るかね。流行らしていこう。ひなちゃん、一緒に流行らしていこうね。ファイト！というわけで、続いてはこちらのコーナーです。日常パワーワード！すごい、パワーがこもってる。日常で遭遇したパワーワードを送ってもらいます。言葉を通してみんなの日常を教えてもらおう、そんなコーナーです。すごいパワー。というわけで、本当にね、もうパワーワードですよ、一言ですから。はい。というわけで、そのね、日常の中に潜んでるパワーワードを聞き出していきたいなと思いますけど。お願いします。まず初めのお便りはこちら。宮崎県ポンタさんのパワーワードはこちら。うわ、学費が光ってる。パワーワード。すごい。学費が光ってるように見えるの。はい。これはですね、数年前の出来事です。クリスマスが近づいていたある冬の日の夜、大学の友達とたまたま学校の前を通った時に、学校に素敵なイルミネーションが飾り付けられているのを見つけました。日中授業を起きている時は見ることのない景色だったので綺麗だなぁと思っていたら、隣にいた友達が、わぁ、学費が光ってると強烈な一言を放ちました。学校のイルミネーションイコール電気代は学費という発想が面白すぎて、大学を卒業して数年経った今でもこのパワーワードが忘れられませんということです。いやー、間違いない。すごい。確かに学費って光ってんねんな。素敵。だってさ、私のこの学費がなかったら、この光はなかったかもしれないってことでしょ。そうそう。だからそこで光を浴びてんの。素敵。そこで光を一回補充するっていう。いいね。学費で補充。あ、こんなにも生徒が集まった素敵な学校なんだと思いながら見ればいいってことなんだ。そう。一回ね、一回整理したらそうなったんじゃない？そういうこと？そう。ちゃんと、そうなんかな？電気代が木から出てんのかな？すごいわ。ありませんけど。この人、ちゃんと視野広い。ちゃんと見てるわ。いや、面白いな、多分。着眼点が面白いな。面白い。それを言葉にして、それを、しっかり聞いてた友達もいいですね。いいですね。素敵よ。え、高いです、多分。え、いいですね。パワーとランク。ランク。8。このうちの、あ、10のうちの8。50。あ、50のうちの8。8。何それ、気持ち悪い、その、50のうちの8。続いていきましょう。京都府15歳、寝相悪いぞーさんからいただきました。パワーワードはこちら。はい、あんただけ、鉄球投げてんのか！解説いきます。はい、お願いします。去年の学校の体力テストでハンドボールを投げていたのですが、私はハンドボール投げが苦手で、記録が一桁メートルだったことを母に話した時に、母に言われた言葉です。聞いた時に、確かに記録が一桁なのは、鉄球を投げた時ぐらいなんじゃないかなと思いました。他の子は2桁言っていたので、もう少し頑張らないといけないなと思いました。っていうことです。はい。素敵。え、そういうこと？なんか、だから、母のツッコミってことでしょ？はい。え、なんか素敵。素敵。まあ、それを駆使すれば、ね。言い方にもよるくない？これってさ。確かに。なんかさ、え、なんか、え、なんかさ、ハンドボール投げてきてんけど、昨日記録1桁やった。なんじゃん、あんた、鉄球投げてんのかってガチめのやつ。うん。ガチめのやつや。か、ハンドボール投げやってたんけど、苦手で一桁メートルやった。あんた、もう鉄球投げてんのかって。どっちでしょうどっちなんやろうな、ね、これ絶対、関西のさ、お母さんでこれ二つに分かれるやん、絶対。確かに、どっちかやね。この、なんか、何しとんねんツッコミ系か、一回笑って、なんか余裕の微笑みをかましてからのツッコミ。余裕かましツッコミか。
でもさ、その校舎の方が可愛い。電車だと。のか電車ビビっちゃう。ね。電車ちょっと、うん、マジごめんってなる。ごめんってなっちゃうもんな。気をつけるわ。でも素敵。だから、こう落ち込んでるところを、このツッコミで、なんかこう、なんか励ましてあげたみたいな感じでしょ、うん、素敵なパワーワードですよ。このパワーワードランクはどうですか ?10 点やったー !50 点中。50点中かーい群馬県、俺らの心のやりどころ、ももさんからのパワーワードはこちら。お邪魔しますって言え家賃も払えです。はい。はい。こちら、何でしょう意味は。虫がしれーっと家に入り込んでいる時に、我が家でよく飛び交う言葉です。特にゲジゲジなど足が多めの虫がいると言葉が荒くなってしまいます。はい。もうこれはもう決まりました。ねえ、これ、えな、言うよな言います。えお母さん言うでこれ。これ、俺も思います。毎回虫出た時。言ってんの思ってます。一回虫出たと思って言ってみて。ちゃん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 。お邪魔しますって言え！お邪魔しますって言わんかったら入ってくんな！怖っ！怖っ！え？思ってたんと違う！家賃も払え！ってここで思ったら、入ってくんねー！はい。家賃は別に払う、そこは求めてません、虫には。払えないんで。だってお金も持ってないんで、やっぱり。でもお邪魔します求めてちゃってやん。はい。言えない。はい。お邪魔しますっていうなんかをこう見せてくれないと。勝手に入って、不法侵入ですから。よくない？ほんまに俺虫よく。でもたまにさ、不法侵入虫もいるけどさ、なんかさ、ちゃんとさ、出待ち虫もいらん？なんか、あ、おるおるおる。普通にさ、あ、行ってきまーすとか、さらく待ってる虫おるよな。あ、いたから、いや、いや、入ろ。入ろみたいな、なんかさ、律儀虫っていうのあるって。律儀虫。あれも可愛いから。あの子はまだ許せます。あれもスチ。スチー。まあいい。これもいいパワーワードでしたね。はい、こちらはランキング。ランキングやめて、その、ランクね。ランク。こちらはですね、15ですね。あ、50中の。ええ。はいはいはい。50中の15。それを上回るのか。続いて、奈良県のよりどころネーム、道枝もっぴーさんからいただきました。じゃあ、俺の右手持っといて！はい。女友達とショッピングモールを歩いていた時に、耳にしたパワーワードです。カップルと思われる男性と女性が、お買い物をされた後、女性の方が、なんか荷物持とうかと言った後、男性の方が言っておられた一言です。じゃあ、俺の右手持っといてって、素敵すぎませんか？ドラマでしか聞いたことないようなセリフを現実世界で聞いてしまい、キュンキュンしてしまいました。え？女性の方が、なんか荷物持とうかと、だから優しいってことね。だから男性が荷物いっぱい持ってたってことや。で、荷物も。で、男性の方が言っておられたから、俺の右手そういうことや。荷物持たんでいいから、俺の右手持って、手繋ごうや、みたいなことや。でも、いやー違う、でもそれやったらさ、エモい違う、でもそれやったらさ、男性めっちゃ負担かかるやん。もう、だってさ、やばかん。あかんかん、負担。バーカ負担かかる。手繋いでることによって、愛情がプラスされるから、軽く感じんの違う、負担かかる。普通に考えて。いますよね、こういう男子ね。だって普通に考えて。だってその世の女子が、女性の方、左手、だってその右手に乗せるわけで、そしたらその左手の少なからず重心が、ドーンって乗っかるわけ。そしたら、だってその男の人で両手どんだけ持ってるか分からへん。持ってる分に、ガッて来るわけよ。それはまあなんか多少ね、言うそうと。はいはいはい。はいはい、何ですか違う、だからこれは、だから、こうなんか、荷物持とうかっても言われてしまってるわけやから、はい、あ、大丈夫とか、はい、あ、じゃあこれ持ってとかよりも、はい、じゃあ、俺の右手持っといてや、みたいな、はい、そのキュンが欲しいのよ、だから。じゃあ、デートでしょ、これ。いつ渡すっすか、その女子に一個ぐらい。渡さんのよ、それが。渡すんのじゃあ、繋ぎながら、徐々に持たせていくとか、一番キモいから、それ。マジで右手持っといてって言いながら左手の荷物をちょっと右手にじゃないちょっとそのままずらしていくとかじゃないですか結局彼女がめっちゃ荷物持ってるっていうんじゃないからじゃないじゃあそういうなんかノリよ理解してよマジかよ最近の子はこういうのにキュンとくるんかいいですね確かにこれはドラマかもマジかえあかん俺はこういう考え方しかできへんあかんやつでもそうなるよななるあはあ、はあ、俺はもうほんまにありがとうじゃあ4個持ってるから2個持つねえ4個爆買いすぎ爆買いに来すぎちゃんと半分こしたいタイプやっぱそこは、うん、あの左右バランスしっかり左右バランスしっかりね、はい、大事よしっかり保ちます優しいねでも何ですかあ、はい、高橋恭平に赤字で書かれてきた時は怖いでほら怖い、まあ、これ多分確かにこれちょっとこれからなんか高橋恭平にも伝わるような、かっこいいおしゃれな
行動、うん、もうちょっと送ってください。なんかね、本当にこう、やっぱ、恭平ってやっぱ、もう絶対文句つけるで有名じゃないですか、リスナーに。リスナーに文句つけるタレントナンバーワンで有名やから、だからこれ絶対リックキュンキュン系よ。キュンキュン系で、あ、これわかるって言わせたくない恭平のこと。確かに、でも俺そんな、頑張ろう絶対。そんななんかもう、ありがちとか、ないないないってのには俺響かないです。なんかもうそこも踏まえて、あ、なんかできそう。全然、しれっとできそうやし、いろんなとこあるもん。そういうの含めて送ってきてほしいね。で、結構個性派でもいいかもね。そうそう、ね、個性派でもいい。そう、俺の好きな感じを貫いてくれるのでも嬉しいし、ちょっとこう、ガッていうの見たいっすね。ちょっとこれでさ、うなずいてる恭平見てみたい。俺は、まず否定のスタンスから入るんで。はい。最悪人間と分かったということで、以上、日常パワーワードでした。何をラジオ、つぶらじ。今日のメンバーは大西流星、高橋恭平。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？皆さん工場と聞いてアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、また医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。さらに工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。そんなにですか？すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事ですよ。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。なにわ男子のうぶらじ。メッセージボックス。落ち込んでいる自分に元気をくれた言葉、勇気が出なくて伝えられなかった言葉、スマホやパソコンのメッセージボックスにある心に残る言葉はありませんか？なにわ男子と俺らの心の拠り所のみんなで、あなたの胸に残ったメッセージに寄り添います。はい、新コーナーですね。新コーナーとなっておりますよ。はい、メッセージ届いてます。いいですね。メッセージ届いてますか？届いてます。じゃあよろしくお願いします。読ませていただきます。神奈川県横浜市、ラジオネームお届け物のプリンさん。私には4歳年上の姉がいます。昔から喧嘩が多かったのですが、毎回なんとなく仲直りをしていました。ある日、小さいことがきっかけで大喧嘩になってしまい、それ以降約5年間連絡を取り合うどころか、姉が実家に帰ってきても会話はありません。お互い頑固なところがあり、ごめんねの一言が言えません。簡単そうで難しいこの一言をメッセージボックスに打っては消しての繰り返し、このメールをきっかけに勇気を出して送れたらなと思ってます、です。うわ、ありがとう、勇気出してくれて。ありがとうね、お便り送ってくれます。さて、ごめんねっていう一言ってむずい。いや、むずいと思うよ。でも、ね、言うタイミングとかもそうです。こう兄弟やからこそ、こうなんかね、関係性がありすぎるからこそ、うん、やっぱりこう言いにくいし、ね、恥ずかしかったりね、ちょっとしたこうプライドとかも出てくると思うけど、うん、一回言えちゃえば多分もう全部言えちゃう気がするね。ね、まあ、だからありがとうとかもそうもんね。そうそう、ありがとうとか。一回目が恥ずかしいけどさ、うん、言っちゃえばなんかポン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 、なんでありがとうかっていうことを言えるもんね。うんうん、そう。だからなんか、こう、離れた時にこう、ありがたみとかも感じるわけやし、うん、多分今このね、お届け物のプリンさんも、謝りたいとかさ、話したいみたいな気持ちがあるわけやから、うん、もう言葉さえ出ればって感じやもんね、気持ちはあるから。そうね。いや、大丈夫よ。ごめんねって言って、やっぱこう、ラジオネームがお届け物のプリンさんなんで、こう、プリン持っていって。そうだ、お届け物してあげて、と。ごめんねって。ごめんねって。そう。あ、あの、プリンの、あの、カラメルソースを、あの、ごめんねって書いてくれ。むず。手作りやん、しかも。はい。むず。はい。むずいこと言っちゃいますけど。ね、はい。いいな。
ロマンチックやな、それな。な、それできたらな。でも絶対難しいと思う、ね。いやでもなんかこの一歩大変ですけど踏み出してほしいなと思うんですね、うん、まあだから兄弟やからそこはいけるんじゃないですか、うん、応援しております。というわけで今夜もたくさんのお便りありがとうございます。ビッグカメラ年に一度の決算セール、夏物売り尽くし、エアコン扇風機が安い、節電節水なら省エネ冷蔵庫、ドラム式洗濯機、今お使いの冷蔵庫は壊れていても最大2万円で下取ります。さらにビッグポイントサービス、お店もネットも決算セール8月31日まで。警部、昨夜未明ロンドン郊外に怪人ジャックが現れました。切り裂きジャックか。切り裂きはしません、さらいはします。切り裂かないけどさらいはするジャックか。何が目的だ。わかりません、そこにいた30名ほどがさらわれたと。多いな。さらわれたな。警部、犯人から予告状が。何？劇団ヨーロッパ客25周年公演、切り裂かないけどさらいはするジャックが9月20日から下北沢本田劇場で始まるだと。何かミステリーコメディの匂いがするな。警部、ヨーロッパ企画で検索しろ。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわ @1242.com、 なにわのスペルは小文字で NANIWA です。はい、というわけでここで僕たちからお知らせです。セカンドアルバムポップモールがリリースされております。そのアルバムを引っ提げたコンサートも今ツアーで回らせていただいてますし、はい、そのアルバム発売してコンサート回ってるんですけど、はい、なんとですねフィフスシングルの発売も決定いたしましたね。9月13日発売のフィフスシングル、はい、メイクアップデイ、はい、そしてミッシングになるんですけれども、はい、どちらもメンバーが主演のドラマの主題歌となっておりますし、かっこいいのとちょっとこう爽やかというか、うんうんうん、おしゃれな感じで本当色気ダダ漏れです。色気ダダ漏れ。ダダ漏れです。それを受け止めるバケツ用意しておいてください。はい。色気バケツをご用意ください。お願いします。というわけで、もう二人のね、時間はもう今週終わりですけど、寂しいですね。寂しいです。今から俺もバケツ買っとこうか。バケツ買ってきます。すいません。はい、すいません。次の週で帰りますけど、バケツ買ってきますんで。バケツ買ってきます。一見長めに撮ってください。はい。というわけで、なにわ男子のウブラジお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は大西流星と、高橋恭平でした。バイバーイ。藤ヶ谷太輔です。ラジオラジオしたラジオを目指しています。ラジオラジオしたラジオで話す藤ヶ谷した太輔を聞いてください。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズは今日夜10時半から。国産みかんと四足歩行ロボット、足湯と自動運転バス、私と羽田。本当のイノベーションは思いがけない出会いから生まれる。羽田イノベーションシティ、この秋グランドオープン。100年を作る会社カジマ。投資信託は種類が多くて何を買っていいか分かりませんよね。日本放送では8月26日土曜日、イマジンスタジオで新ニーサ制度でも知っておくべき運用方法を分かりやすく解説するプロが教える投資信託セミナーを開催します。参加は無料、詳しくは日本放送生活の窓口で検索。ラジオラジコからスタジアムの熱狂をあなたに。 FM93AM1242、 いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。時刻は午後5時50分です。こんにちは、土曜日のスタジオ担当、日本放送の森田浩二です。今日東京都心の最高気温が 35.5 度、またも猛暑日となりました。まあ、ただすでにねお盆休みに入りまして、ふるさとや行楽地でお出かけの方という方も多いかと思います。気になるのは台風ですね。
非常に強い台風7号の動きですが、小笠原諸島父島の北の海上を北西に進んでいます。で、この台風その後北上しまして、今月の15日来週火曜日頃に東日本や西日本にかなり接近する恐れがあります。週明けのあさって月曜日、年に一度の決算セール、夏物売り尽くし、エアコン扇風機が安い、節電節水なら省エネ冷蔵庫ドラム式洗濯機、今お使いの冷蔵庫は壊れていても最大2万円で下取ります。さらにビッグポイントサービス、お店もネットも決算セール。昨夜未明ロンドン郊外に怪人ジャックが現れました。切り裂きジャックか。切り裂きはしません、さらいはします。切り裂かないけどさらいはするジャックか。何が目的だ。わかりません、そこにいた30名ほどがさらわれたと。多いな。さらわれたな。警部、犯人から予告状が。何？劇団ヨーロッパ客25周年公演、切り裂かないけどさらいはするジャックが9月20日から下北沢本田劇場で始まるだと。何かミステリーコメディの匂いがするな。警部、ヨーロッパ企画で検索しろ。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわとマーク 1242.com、 なにわのスペルは小文字で NANIWA です。はい、というわけでここで僕たちからお知らせです。
セカンドアルバムポップモールがリリースされております。そのアルバムを引っ提げたコンサートも今ツアーで回らせていただいてますし、はい、そのアルバム発売してコンサート回ってるんですけど、はい、なんとですねフィフスシングルの発売も決定いたしましたね、はい、9月13日発売のフィフスシングル、はい、メイクアップデイ、そしてミッシングになるんですけれども、はい、どちらもメンバーが主演のドラマの主題歌となっておりますし、かっこいいのとちょっとこう爽やかというか、うんうんうん、おしゃれな感じで本当色気ダダ漏れです。色気ダダ漏れ。ダダ漏れです。それを受け止めるバケツ用意しておいてください。はい。色気バケツをご用意ください。お願いします。というわけで、もう二人のね、時間はもう今週終わりですけど、寂しいですね。寂しいです。今から俺もバケツ買っとこうか。バケツ買ってきます。すみません。はい、すみません。次の週で帰りますけど、バケツ買ってきますんで。バケツ買ってきます。一見長めに撮ってください。はい。というわけで、なにわ男子のウブラジお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は大西流星と高橋恭平でした。バイバーイ。バイバーイ。